大丈夫なのよ、ケイちゃん。こうして成した形を保つのに必要な力が足りなくなってきただけだから。それってちっとも大丈夫じゃ。ケイちゃん、そんな顔しないで。でもこの形は仮初めだから、保てなくなっても私がなくなってしまうわけじゃないのよ。ゼンマイに貯められた力を使い切ってしまった時計は、ネジが巻かれるまで時を刻むことをやめてしまうでしょ。でもそれは壊れてしまったわけじゃない、そういうことなの。でもそれならユメイさん、そんなにのんびり構えてないで早く楽な形に戻ってよ。そして笑って立ってるのだって実はすごく大変なんだよね。力の無駄遣いしてるんだよね。もったいないことしてるんだよね。それは違うわ、ケイちゃん。別にもったいなくも無駄でもないのよ。少し大変なのは本当だけど、私が好きでやってることだから。形があるから。こうしてケイちゃんに触れることもできる。こんなに伸ばすの大変だったでしょう。お母さんが伸ばせ伸ばせって。そう、よく似合っているわ。だといいけど。でもこれだけ長いとこの櫛では少し足りないかしらね。ケイちゃん、あなたのを貸してくれる？あ、うん、ちょっと待ってね。
ゆめいさん。どうしたの？私の血、飲む？ケイちゃん？私の血を飲めば、ゆめいさんも元気になるんだよね。だから、ゆめいさん。いいのよ、ケイちゃん。気にしないで。でも…ケイちゃん、大きな矛盾があればあるほど、それを突き通すには相応の代償が必要になるのよ。この形はまやかしのようなものだから、今の私は明確な形を持たない思いだけの存在のようなものだから、夜の暗さは矛盾や不確かさを包み隠してくれるわ。だから私の力でもこうして形をなすことができた。だけど明日の朝日が昇ったら私は消えてしまう。たとえケイちゃんの血を飲んだとしても、だからそんなことのためにケイちゃんが体を傷つけることなんてないのよ。ケイちゃん、ケイちゃん、見つからないの？あったよ、今見つかったところ。そう、
ゆめいさん。ちょっとソーイングセットが荷物の中でバラバラになってて、それで針がね。ケイちゃん、なんてことするの？でも、もうやっちゃったことだし。仕方のない子。ほら、こっちにいらっしゃい。ケイちゃん、見せて。いいの？うん、じゃないと私の遺体さん。そう、わかったわ。Thank you.
すごく今更なんだけど、私の血って本当にその特別なの？ええ、ケイちゃんの血は特別よ。元気でそう？ええ。くすぐったかった？大丈夫。私ならもういいのよ。ううん、せっかくだからドバドバっと飲んじゃってよ。ほら、まだ止まってないし。でもそれでケイちゃんが弱ってしまったら元も子もないわ。大丈夫大丈夫。ほら、献血だと200ミリとか取るわけだし。そうそう、トマトジュース1缶分ぐらいなら全然平気。ありがとうケイちゃん。この傷だとさすがにそんなには出ないと思うけどね。十分よ。